皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは誰でも簡単にできるアプローチについて説明をしていきます。もうどうしてもアプローチが苦手という方はですね、今回のレッスン、しっかりと聞いてください。もう難しく考えずに簡単に考えて、誰でもできるようなアプローチをですね、ご紹介していきますので覚えていってください。それでは始めていきます。まずですね、練習していくのはアプローチウェッジで練習をしていきます。まあ、52度50度そのあたりで結構です。はい、でまずですね、誰でも簡単アプローチということでですね、スタンスの幅なんですけども、足の幅はもう少し開くか閉じる、これで OK です。こう閉じることで中心の軸というのは一点に細くなってきます。例えば足を開いてしまえば体がここに来ても大きく動いたとしてもバランスを取ることができます。短ければ今のところに頭を動かしてしまうともうバランスが取れなくなるので、無意識にこのバランスを安定させようという意識で中心がぶれにくくなります。そういうメリットがありますので、もう苦手という方はですね、極端に狭く練習をしていきましょう。まあ、これはですね、この練習は15ヤードぐらいまでの距離で、OK です。グリーン周りから10ヤード以内ですねのところで使えるアプローチになりますので覚えておいてください。まずですね、このスタンスは小さくするということ、そしてクラブを短く持ちます。もう極端に短く持ちます。グリップスレスレ、シャフトのところ持っちゃうかなっていうぐらいのところまで短く持っていきます。でここから腰の回転とかはそういうのは意識しません。とにかく手首の角度を意識して、この三角形ですね、腕を三角形を意識してまっすぐヘッドを引く、そしてまっすぐ出す、この動きだけを覚えてください。まあ、これをすると肩が自然に動いてきます。こういった形です。ここで手首をこうやってしまったりとか、肘をこう動かしてしまうっていうのは絶対に NG です。この動きをとにかくまずは練習をしてください。この形です。今キャリーで、大体8ヤードぐらいですね、キャリーと飛んでいます。この動きですね、ひたすら練習をします。スタンス狭く、グリップめちゃくちゃ短く持つ、そしたら肘の角度を変えない、まっすぐ引く、ゆっくり振るといった形です。このアプローチを練習していきます。どこにこうクラブを入れようとかそういうのを考えずに、もうとにかくここにダフってもいいと思って、トップしてもいいと思って、こう地面をこう滑らせるような形で打っていきます。これを何度も何度もアプローチウェッジでやってみてください。はい、これが一つできたら、あとはもうクラブを変えていけば OK です。今回は今アプローチウェッジでやったんですけども、もう少し飛ばなくて、もう少し止まるボールが打ちたいという形でしたら、58度サンドウェッジを使用していきます。同じように構えて、何も変えません。同じように構えて同じ振り幅をすればキャリーの場所が変わってきます。実際にこっちのがランは出ないんですけども、ちょっと今芝生グリーンじゃないので分かりづらくて申し訳ありませんが、このようなボールの高さとキャリーが変わるなというイメージだけでまずは OK です。こんな形でですね、練習をしてみてください。そしたら続いてピッチング。アプローチウェッジよりもロフト角が立っているためボールは転がりやすくなります。そして打ち出しの角度は低くなります。同じ動きですね。とにかくこの簡単アプローチ、視点を一つ作っている状態ですね。首元のラインを視点と考えて、肩のラインを動かす、肩を動かそうとすると難しいので、この三角形ですね、肘を動かさないイメージで三角形を崩さないというイメージで練習を何度も繰り返し行ってください。はい、実際にピッチングは一番ボールが低くて、そしてランが出ます。なのでですね、この3つのクラブを使い分ける、特に簡単なアプローチのイメージを持って、でクラブを変えればキャリーとランの関係が変えられるというのをですね、ぜひ皆さん覚えてください。今回ピッチングまでしかやりませんが、これが9番、そして8番、そして7番まで
使っていただいても全然 OK です。もっとですね飛んでいきます。同じ振り幅でもボールの距離は出ていきます。これを使い分けてアプローチの苦手克服を目指していきましょう。本日のレッスンは以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。